火災後の7県庁付近の様子静岡大火は1940年1月15日に静岡市で発生した火災である。1940年1月15日、静岡市では北西の風が吹き募っていた。12時には風速時速9.2メートルを観測した。12時8分頃、静岡市新富町1丁目28番地の 大工方の住宅で、妻が昼食を準備するため、かんなくずや焚き木を、かまどの燃料として湯を沸かしていたところ、台所の煙突から飛んだ火の粉が、林家の入馬車業宅急車の屋根に燃え移った。さらに南東に隣接している、私立三番町小学校に延焼し、校舎一棟を全焼、一棟を半焼して13時30分ごろ、沈下した。 小学校の沈下により収集したと思われたが、消しきれなかった火の子が、南東に約650メートル離れた上大育町の二棟の住宅に着火二棟を含む付近一帯を消失。檻からの強風は、風速約20メートルに強まる中で、さらに火星が増し、消防隊の手にも負えなくなった。炎は、市の繁華街の大部分を舐め尽くし、 静岡駅も小江南部の一部にも燃え広がった。翌16日の3時30分ごろ沈下した。消火の様子所在地は当時大手町にあった、官庁街や静岡35銀行本店、静岡鉄道は炎症を免れた。ありがとうございます。